Hello everyone, I'm Rion. こんにちは、リオンです。サムネにもあったと思うんだけど、今日は私が初めてオーストラリアで人種差別をされた話について話していきたいと思います。悲しい。それではスタート。ちなみに学校が忙しすぎて編集がいつもより少し雑な部分がありますが、お手柔らかに。一人で話そうと思ったんだけど、あんまりうまく話せなかったから、今友達に電話かけて友達に話します。なのでみんなも私の友達感覚で聞いてください。私が今電話してるのはカナダに留学してるお友達ね。えで、あ、ね、待ってごめん。ごめんなさい、今ね時差でね、あの朝の4時らしいの。I'm so sorry and why pick it up? まだ寝てなかったの？うん、寝てた。待ってごめん、切るわ。え、いいよ。で、待って、じゃあ、あの、あんたの手短に。ねえねえ、私さ、話したっけ、ほのに。話してない。え、話してないか。え、じゃあ話すと、なんかまずね、あの誕生日あったじゃん、私3月誕生日だったじゃん、うん、で誕生日会をねしたのよ、レストランで。はい。でその前に私、あのオーストラリア人のさ、なんかシーイングしてる男の子がいたじゃん、大学生の。でいたのね。でその子とその誕生日会に一緒に行く約束してて、私の夕飯で、その前にその子が私に誕生日だからなんか花束を買ってくれるって言って、一緒に2人で遊んでたの、シティで。で花束を買いに行くとき、シティを歩いてたら、なんか上裸のね、あのやんちゃめな若いなんか男の子、白人の男の子3人組がなんかお酒を昼から飲んでんのかレベルのハイテンションな感じで音楽流して歩いてきたのね。なんかよーみたいな感じのオーラの子たちがちょっと調子乗った、はい、多分推定年齢18歳とか19歳とか、まあそういう感じの子たちね、多分が来て、うち後ろ振り向いちゃったのね、うるさすぎて。そしたら目があったの、うん、もう多分うちのことをねすっごい可愛い子だと思ったのね、その子たちは。だから顔をつけてきたのかもしれない。なんだこのスーパーかわいいアジア人はと思って。いきなり、なんでお前はアジア人とデートしてんだよみたいな、ちょっと目が合った男の子が言ってきて、叫んできて、でキモいやん。でなんで白人の子捕まえねえんだよルーザーみたいなことほざいて。でうちもさ、その時びっくりしちゃって。あっちがさ、待って、私の声は入ってない？入ってるよ。ちょっともっと音上げよう。この歩いてて叫ばれて、あの私も何があったのか分かんないし、その若者の早口の英語よく分かんなくて、なんか 100% 理解はしてないかったけど、まあルーザーってことはね分かったの。なんかね。でその男の子の方も一緒に歩いてた、普通にびっくりしてて、でもなんかその、そこでさ、めっちゃ言い返したりしたらもっと厄介なことになるじゃん。そこでさ、なんかファッキューみたいになっちゃったらさ、もう多分あっちも3人ですさ、なんかもう喧嘩みたいになるじゃん。暴力沙汰になっちゃう。そう、だからその男の子も大人の対応で、なんかその男の子3人が、まあお前ら幸せになれよみたいなこと言って、最後にでその男の子もなんか、なるよ Thank you みたいな感じで返して、まあ終わったのね。で去ってって、その後2人でもう気まずくなって、なんか彼もディスられたじゃん、私と一緒にいたことによって。でなんかちょっと私もなんか、なんて言うんだろう、申し訳ないさを感じる必要がないのに感じちゃったわけ。全くないけど、そう、なんかアジア人と付き合ってる彼もルーザーみたいな、私といたことによってディスられたみたいな、めっちゃテンション下がっちゃって、テンションが下がったというかびっくりしちゃって、人の人が、そう、人に叫ばれることないし、初めて差別に遭ったのメルボルンで。白人の男の子
たちなんか怖いと思って、もう全員白人の人怖いと思って、なんか実際仲良くしてくれてる学校のお友達とかもみんな私をなんかアジア人だと思ってなんか下に見てるのかなみたいな、怖って思って、でしかも隣で、まあ、私を守ってくれた彼も白人で、もうどういうことみたいな脳がパニックになったのよ。もうその一緒にいた子が大丈夫みたいな、怖かったよねみたいに言ってくれて、私もなんか平気なふりを頑張ってしてたんだけど、うん、全然大丈夫みたいな感じで、そうしてたんだけど、一緒に歩いててぼーっとそのことがずっとリマインドされてシーンってなっちゃったのね。で、そう私もう隠しきれなかったの、そのショックだったこと。電車に2人で乗ってる時に、あっちがそのさっきの話をまた掘り返してしてくれたわけ。こういう体験したの初めてみたいな。で、私も初めてみたいな。だからすっごいびっくりしたし、まあ、正直怖かったみたいな。彼は初めてなことにびっくりしてたのね。だからその差別が普通ってことじゃん。すごいショックだったのより、なんかそうね、アジア人なのにみたいな、そう、あ、差別されたことなかったのなら良かったって普通に平気で言ってるんだろうけどさ、こっちからしたら、あ、差別されること普通だったんだみたいなね、当たり前だと思ってんだって思っちゃう。そうで、なんかまあ、まあでも良かったみたいな、もしなんかこれからそういうことされたらすぐに電話して呼んでみたいな優しい対応取ってくれたんだけど、で、まあ、そこらで前に座ってたおばさんが多分聞いてて、私たちになんかあなたたちは本当にお似合いよみたいなこと言ってくれて、そういうさ優しい方々が多い、大半なんだけどね。でだけどさ、人種差別ってさ、人種を責められるってさ、私何も悪くないし絶対変えられないじゃん人種って、もう生まれた時点で。でだから一番さなんか傷つくし、日本にいる限りさ自分がアジア人として生きてるとか考えたことないじゃん。うんうん、けどほんまそれ、そうけど海外にいるとさ普通になんか自分のアイデンティティはアジア人って思うし、そうね、そうやっぱ差別されるんだなみたいなのもあるし、うん、まあでもその時すっごいショックで何も言い返したりしなかったけど、今思うとなんか今多分人種差別とかされても全然ショックじゃないと思う。本当のルーザーはお前だよって感じじゃない？なんかその教養もなくてさ、他の国のこととか一切知ろうとしない、自分が一番だと謎に思ってるお前がルーザーだよって感じじゃない？え、本当にそう、うん、だってうちら頑張ってその海外で生活してるっていうそれだけですごいことだから、うちらがウィナー、うちらはめっちゃウィナーだよ、普通に考えてウィナー、はい、ウィナーですっていう話があったんですよ皆さんそういう日もあるよっていう感じだけど、ね、まあでも私それで人種差別されたの初めてだったし、基本されないです。え、ほのはされたことある？私はそこまでひどいみたいな。ひどいのはない。なんか道歩いてて、うん、Oh my gosh, I love you! みたいに言われたの。今ね、もう一回言って。私はあなたの髪好きだよみたいな。私も髪がオレンジなんですけど、はいはいはい、いいことやん、うん、そうなんだけど、なんかアジア人の女の子に、うん、明るい髪はマジでホットみたいな言われたのね。あーね、そうだからめっちゃ悪気ないけど、うんうんうん、まあ彼らはアジア人は黒い髪って思ってるんだろうね。そう、どういう意味みたいな。アジア人の女の子に明るい髪がいい、どういう意味みたいな。嬉しいけど差別と言ったら差別、なんか結構外に出された感じする。あー、わかる、一個外に出された感じね。なんかもうここで、あなたはこの国の人じゃないよねみたいな。あ、そうなんだけど、そうなんだけど、なんか急に思い出される。あ、私ってはそうだ、アジア人なんだみたいな。え、でもわかるよ。なんかさ、アジア人っていう認識すること多いよね。
海外にいると。でも本当に差別はね、私は許せない。なんかでもその経験があって本当に良かったと思う。その経験がなかったら、なんか差別ってやっぱないんだみたいな感じのままずっと平和ボケして生きてたけど、その初めて差別についてもめっちゃ考えたし、そっからすっごい学んだ、その経験から。素晴らしい。なんか良いな。でもめっちゃショックだったよ、うちも。まあ、それショックだよ。でもする方がダサいから、うん、いやそれなマジでダサすぎる。そういう、まあ、人種差別みたいな経験が、まあ、ゼロかって言われたら多分ゼロではないんだけど、でもね、差別されても全然引き目とか感じる必要は一切ないし、そのどの国ごとにも良さがあるし、もうみんな人間同じなので、はい、そうね、そういう差別する人とは逆に、あ、よかった、その人は私とは合わないんだ、バイバイってなれるしね。逆にあちらからなんかそのレッドフラグを言ってきてくれてる、仲良くしちゃいけないっていう、だからそれはいいし、あのすっごい優しい人がいっぱいいますので、皆さん心配しないでください。そうね、そうで、ほのちゃんはこちら今深夜4時にもかかわらず出てくれたほのちゃんでした。ありがとうございます。そう、一人でね喋るのがちょっと私苦手なんですよ。はい、まあ、誰も苦手だよ。なので Thank you for watching. See you next video. Bye Bye Bye. Thank you.